キャリアドームは5万席を持つシラキューズ大学の中心に位置するドーム球場。シラキューズ大学のスポーツチームシラキューズオレンジのホーム球場。アメリカ合衆国の北東地区において最も大きい大学キャンパスのドーム型スタジアムである。また、バスケットボール球場としては3万3000人を収容できる最大のキャンパス球場である。結果、 シラキューズ大学のバスケットボール1試合あたりの収容観客数は全米一である。2006年3月5日、ジェリー・マクナマラ最後のシーズン試合において観客は33,633 33人を数えた。キャリアドームでのフットボール風景ドームでは過去にブルース・スプリングスティーンやポリス、プリンス、エルトン・ジョン、フランク・シナトラ、ビリー・ジョエル、ザ・グレート・フルデッド、ロッド・スチュアート、 U2, ジェネシス、ローリングストーンズ、ガースブルックス、ザフー、ニールダイ h モンド、ピンクフロイド、バリー・マニローがコンサートを行った。ビリー・ジョエルは2006年3月25日にキャリアドーム25周年にコンサートを完売。すべてのチケットは39.5ドルで、前回シラキュースでコンサートした1998年時と同額である。 1970年代後期、シラキュース大学は、アメリカンフットボールチームが、ディビジョンアイに残るため、施設の充実を迫られていた。アークボールドスタジアムという名の小さい球場があったが、他校のレベルにはほど遠かった。しかも新しい消防規則を遵守すると4万席を2万6千席に減らさざるを得ない状況であった。それゆえ、SU は、シラキューズの豪雪という気候を鑑み、 ドーム型の球場の建設を決定。アメフトのみならず、マンレーフィールドハウスにあったバスケットボール本拠地をキャリアドームに移すことも決定した。キャリアドームは1979年4月から1980年9月まで工事が続き、総工費は2685万ドルであった。そのうち275万ドルはキャリア社からの命名権料で賄った。試行業者は、 ハントニコルズ社、キャリアードーム内。2006年、ジェリー・マクナマラの引退試合当時、政治的な運動がありこの建設工事を後押しした。ニューヨーク州がドーム建設のために1978年2500万ドルの補助金を交付した。民主党の現職議員、ヒュー・キャリー氏は、ニューヨーク州のアップステートの有権者への選挙キャンペーンの一環として企画したものだ。 キャリー氏はドームへの補助金交付を実施した後、再選を果たした。ドームは25年の間、何度も改修が行われた。最近では、大学は LED の大型画面ディスプレイを設置。1999年、ドーム屋根を不燃性のものに変えるだけで1400万ドルかかっている。ドーム建設時には悲劇も起きている。1999年6月、 ドームの屋根張り替え工事の際、大工のブライアン・ボーマン氏は60フィート下に落ち死亡した。人月、新しいスピーカーシステムにケーブルをつなぐ際、一人の電気技師が落下した。死死、背中、肋骨を怪我した者の,の彼は幸いにも生存した。ありがとうございます。